3連休最終日の今日、渋川海水浴場には大勢の家族連れが集まっています。去年5万4000人が訪れた渋川海水浴場、今年はこれを上回る人出を玉野市は見込んでいます。泳いだりするのめっちゃ楽しい。あのやつ気持ちいいです。滋賀県からキャンプに来ました。しかし今年は記録的な猛暑、先月13日の海開き以降、岡山市の猛暑日は今日まで19日連続、合計23日間と去年の同じ時期の15日間より大幅に増えていて、海水浴に訪れる人は減っているそうです。連日ニュースでも猛暑猛暑って言われてるだけあって、例年より気持ち少ないようには感じます。また今月8日に気象庁が発表した南海トラフ地震臨時情報を気にする声も聞かれました。瀬戸内の眼前かなみたいな部分があって、まあ、ちょっと迷いつつなんですけど、まあ、水の事故とかに気をつけたりとか、まあ、ちょっと最新情報を見ながらとかは来て安全に遊ぼうかなと思ってます。津波注意報の方が発令された場合、津波フラッグを持って浜の方でそれを大きく振ります。でアナウンスの方でも注意報のアナウンスをします。でライフセーバーは率先避難者という形になるので、渋川の場合はマリンホテルですね、マリンホテルの方が避難場所になるので、率先避難者のライフセーバーとともにマリンホテルの方に行ってもらいます。渋川海水浴場の海開きは今月25日まで、海水浴客の安全に注意しながら営業を続けます。